教業は中国神話に登場する君主。聖は、行き、名は、宝君。唐、ついで、唐に封じられたので唐唐氏とも言う。十家により神聖師され、聖人と崇められた。本来は古代中国の太陽神だったと考えられている。四季、五帝本義によれば、の自主として生まれ、の後を継いだ兄の死後御門となった。その一氏は、天のごとく、その地は、 神のごとくなどと最大級の三事で描かれる。黄色い冠で順位をまとい、白馬に引かせた赤い車に乗った。ただし市のただし中とただし宿、和氏の和なかと和宿に命じ、天文を観察して暦を作らせた。一年を366日とし、三年に一度順月を置いた。行は大洪水を憂え進化の四竹に誰に収めさせるかを問うた。 皆がコンを推薦した。今日は、コンは命に背き、一族を損なっていると反対したが、四竹は試しに使い、ダメなら止めればよいと言った。そこでコンを用いたが、九年経っても成果がなかった。十八死略によれば、平洋に都したとし、質素な生活を送っていたとしている。別の書物での行の伝説として、芸をあげる。 その頃の太陽は全部で10個あり、交代で地上を照らしていたのだが、ある時に10個が一度に地上を照らすようになったために、地上は灼熱地獄となった。今日は弓の名人である芸に何とかして来いと命令すると、芸は9個の太陽を撃ち落として帰ってきて、救われた民衆は行を褒めたたえ帝に迎えたという。この時太陽の中には3本足のカラスがいて、 国典を言わんとするものであるという。行には、丹種という息子がいたが、進化から推薦者を挙げさせた。方歳は、丹種を挙げ、勘下部とは強行を挙げたが、行は二人とも退けた。皆が愚春を後継ぎに挙げ、性質が良くない父と母、弟に囲まれながら、彼らが悪に陥らないよう導いていると言った。行は興味を示し、二人の娘を貸した。それから、 民と管理を三年間収めさせたところ、功績が著しかったため、春に上位することにした。春は、孤児したが、強いて天使の生を行わせた。春の願いにより、官下部と、教皇を、今、三内を四方に流した。二十年後に完全に政治を引退し、八年経った頃に死んだ。天下の百姓は父母を失ったように悲しみ、三年間音楽を、 奏でなかった。三年の門が明けてから、春は、丹子を天使に擁立しようとしたが、諸侯も民も、春の元に来て、政治を求めたので、やむなく、春が即位した。なお、行春の批判をした、藩妃は藩妃子にて、この禅城に対して、行が天下の王だった時は、質素な宮廷で、粗末な食事を食べ、貧しい衣服を着ていた。今の世の門番が貧しいとはいえ、 これよりはマシである。これらのことから言えば、かのいにしえの時代の天下譲るということは、門番の貧しい生活を捨てたり、奴隷の老役から離れるということだ。だから天下を譲ると言っても、大したことではないと評している。春と共に、聖天使として崇められ、行春と並び称される。行春伝説は、春秋時代末にはすでに形作られていたようで、中国人民日報は2000年に、 三聖章で行春時代の遺跡が見つかったと発表している。また1993年に各天に一号祖母から発見された地区間には行や春の遺跡が記録されており注目されている。当代の歴史家の龍と萌育はその著書、詩通で行春伝説を否定する以下の内容のことを書き残している。行のおよも数十年平和に収まっていた。今日は あまりの平和さに天下が本当に収まっているか自分が天使で民は満足しているか帰って不安になったそこで目立たぬように変装して家を出て自分の地目で確かめようとしたふと気がつくと子供たちが行を賛美する歌を歌っていたこれを聞いた行は子供たちは大人に歌わされているのではないかと疑って真に受けず立ち去った ふと傍らに目をやると、老百姓が腹を叩き、血を踏み鳴らしながら、楽しげに歌っている。この歌を聴いて行は、世の中が平和に収まっていることを悟った、とされる。ありがとうございます。